こんばんは、ギャテンゆりなです。こんばんは、ギャテンゆりなです。やっほー。もうね、私は本当に眠さのピークがやばすぎてマジで寝そうなんですけど、頑張ります。よし、こんにちは。というわけでですね、どういうわけでしたっけ。あ、ちょっと眠すぎて、あれですけど今日と昨日と2日連チャンでね、一部からでめっちゃ早かったんですけど、来てくださった皆さん本当にありがとうございました。なんか昨日めっちゃさ、一部からめっちゃギア飛ばして元気にやりすぎたらさ、で昨日さ、なんか本当に一日喋ってたの、朝から喋っててさ、でその後打ち合わせに行ったから、でちょっとギャラリー寄って、そこでスタッフさんと喋ってて、で打ち合わせでずっと喋ってるじゃん。で帰ってきてショールームで喋ったじゃん。なんかマジで一日、丸一日ずっと喋ってて、なんかね、声がめっちゃ枯れちゃってて、今日の朝すごいハスキー。なんか昨日の朝と今日の朝来てくれた人だったらもしかしたらわかるかもしれないんだけど、なんかね、今日の朝の方がね若干ハスキーで、そしてなんか寒かったせいかね、若干鼻声で。そうなの、別に風邪ひいてるとかじゃ全然なくて、シンプルにもう今はだってさ、家の中でさ暖房も効いてるから全然鼻声じゃないし、なんだけど朝ってめっちゃ寒いじゃん。だからさ、鼻声だしさ、声枯れてたしさ、なんかさ、そう、なんか心配してくれちゃった人がすごい何人かいてらっしゃったんだけど、そうそう、シンプルにね、声がね昨日のおかげで枯れて、今日で朝だったっていうのもあるからさ、枯れたプラスさ朝でさ、でなおかつ寒すぎてさ、なんかよくわかんない感じになってたんだけど、後半は割とね声も出るようになってきて、ていうかちょっと出すようにしていい感じだったんですけど、今でもね若干ね声がね、みんなわかんないかもしれないんだけど、ちょっと若干ハスキーなんだよね、枯れてるなっていう感じで、気をつけよう思いました。まあまあまあ、気をつけようも何もね、喋ってると声は枯れるし、あ、そこ乾燥めっちゃしてたんで、枯れるのは仕方ないなと思って、仕方ないと思ってね、仕方ないで終わらしましたなんかね、ちょっとね、めっちゃ目がゴロゴロして、めっちゃ目が今痛いんだけど、なんか目にゴミが入ってる。ちょっと待ってね、めっちゃ目がね痛い。なんかさ、コンタクトって本当にさ、目にゴミが入ってさ、ゴロゴロ問題大変だよね。よいしょ。あ、取れた。ちょっと目が赤くなっちゃった。そうでさ、なんだっけ、あ、そう、なんかすごいたくさんのファンの皆さんがお誕生日おめでとうって早いけど言ってくださって、でその後に、DVD もね発売されて、明日4日がチェキ付きが再販なんですよ。そのチェキ付き再販そうするんで、なんか結構ね、あの DVD もおめでとうって言ってくれる人がすごいたくさんいたので、チェックしてねとは言ったんですけど、でもチェックしてくれるって言ってたから、みんなチェックしてくれると思うんですけど、チェキ付きがね買えなかった人は、そう、明日が再販
なので、そうそうそう、ゲッチューしてください。ゲッチュー、ゲッチュー。うん、捕まえたい。トク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 。110分って長いよね、普通に考えて。だってさ、 AKB 劇場のさ、あの公演120-130分でしょ。だからさ、それとほぼ一緒だよ。120分、110分とかじゃん。それとね、同じ分数あるんですよ。だから公演一丸々分の尺なので、結構長いっていうか、結構ボリューミーって言ったらいいんですかね。着数も結構、あの多分ショートだったりとか、あと写真とかパッケか見てもらったら分かると思うんですけど、結構ね、あの着てると思うんですよ。だから、あのそれをね見て、あれしてくれると嬉しいなって思っています。そう、なのでぜひチェックしてください。そうだね、長い、長いと、長いって言わないで、ボリューム満点って言ってください。そんだけ頑張って撮りましたのでね。はい、でもみんな結構楽しみって言ってくれたのがめちゃくちゃ嬉しかったです。直接会うゆりなちゃんマジ可愛いだって。ありがとう、嬉しい。みんな可愛いよ、そんな直接会ったらみんな可愛い。正直もう本当にもうみんな可愛い、マジエブリバディ可愛い、エブリバディ。DVD プレイヤーも買いましたそっか、最近さ、家に DVD プレイヤーある家とか少なくない？そう、残念ながらブルーレイはないんですよね。めっちゃブルーレイないんって、めっちゃね、めっちゃブルーレイはないんでね、 DVD しかないっぽいですね。なんかさ、最近さ、 DVD プレイヤーないよね。だってさ、最近テレビない家とかめっちゃあるじゃん。テレビなくて、あのなんだっけ、あのね、あのなんか壁とかに映すやつ、なんだっけあれ、スクリーンじゃなくてさ、あのなんて言うんだっけな、プロジェクター。そう、最近さ、そのさ、ネットフリックスとかさ、アマプラとかさ、 YouTube とかさ、もう全部それつなげてさ、壁にさ投影して見る人結構多いやんか。そうだから、テレビなくてプロジェクター持ってる子めちゃくちゃ多くて、なんかびっくりだ。私はね、家の壁がっていうか、家の向き的に、ま、こっちしか白い壁がなくて、もうテレビにしてるんだけど、テレビはねずっと置いてるんだけど、ずっとテレビ派だったから。そうそうそう、だけどなんか昼がしんどいんだって、プロジェクターって昼明るいじゃん。だから遮光、ゆりな家遮光なんだけど、遮光のカーテンとかだと関係ないんだが、普通の関係だとやっぱりちょっと明るくて見づらいみたいななるらしいけど、そういいらしい。なんか最近のテレビとかさ、全部さ、そのリモコンにくっついてるじゃんね。 U-NEXT とかさ、 Hulu とか、 Amapla とかさ、あれいいね、あれいいよね。うちの家はそれついてないんだけど、くっついてないから、
そうそう、もうアマプラとか全部携帯でしか、ちっちゃい画面でしか見ないんだけど、そう、なんかおしゃれだなと思って、最近の子はって。ね、そうそう、最近のやつはついてるから、大きいテレビにするとさ、大きい画面でさ、もう本当に見れるじゃん。なんかさ、電気屋さんとかにさ、周りにプロジェクター持ってる人見たことないんだが、それはあれじゃない、ワンチャン世代の問題じゃない、最近の子だと結構持ってるよ。か、なんか迷ったけどやめたとかね。私は、いるんだけど、周りに。先輩がプロジェクター持ってるって言って。そう、プロジェクターもね、マジでこれぐらいちっちゃくて、結構な大きさ、映るプロジェクターとかもあるし、まあその大きさと小型化のあれは、あれだと思うんだけど、でもさ、よくさ、うち電気屋さんとか行ってさ、電気屋さんの入り口にあるバカでかいテレビとかあるじゃん。あれがさ、家にあったらさ、最高だよね。もはや映画館なんだ。しかも最近 4K とかさ、めっちゃ綺麗じゃん、画質。あのでっかいテレビでさ、本当に見たらマジ毛穴まで見えるんじゃないかなってさ、思うぐらいさ、なんか本当にのいいよね。最近の顔見るのも倍速で見るけど、りなちゃん、倍速で最近見るの、みんな、倍速でなんて見ないよ、普通に見てます。そんな急いでないしね、別に時間に余裕あるから、なんか見るときは見るって。でかいの買うと小さいのに戻れないな。いや、戻れないね。何でもそうじゃない？基本的にいいもんから悪いもんにって難しくない？文明が発達してるさ、現代から急にじゃあ江戸時代にってなるとさ、しんどくない？江戸時代にタイムスリップとかあるじゃん。ジンとかそうだけどさ、ここの医療機器が発達してる時代にさ、それ全然発達してない時代に行くってね、なかなか難しいと思う。悪いんからいいになる進化はいいけど、対価ってなかなか難しいものだよねって思う。例えば家も大きい、いいマンションからアパートに住むってなると、まあそれはアパートだから多分オートロックとかもないしね、なんかそのエントランスとかもないしとか、多分私は別に正直アパート住んでたから全然何も思わんけど、そうアパートでもね、なんかそのなんかオートロックとかないとかさ、なんかそういうないことはめっちゃ多いけどさ、正直まあいいとこはいいよね。その家のその周りの治安が良ければグッジョブじゃねって思っちゃう。だからさ、やっぱさ、すごい人たちってさ、頑張って、まあ、いいとことか住んだりとかするじゃん。そしたらもうさ、お仕事ももう頑張るよねみたいな、よく言ってるよね。生活水準をここまで上げちゃうと落とせないから、これを維持するためにもお仕事頑張りますみたいな。そうそう、だからやっぱりそういうことなんだろうなって思う。そうね。でも確かに、でも確かに正直、まあむずいよね、生活水準落とすってやっぱむずいよね。私はまだそんないい暮らしのところを知らないから、全然そのなんて言うんだろう、逆に憧れを持って生きてるからいいけど、逆はすごく難しいよねって、もうね、高層階とかに住んじゃうとね、とか大きい広い家とかでさ、例えばさ 2L とかに住んじゃったりとかするとさ、
やっぱりね、難しいってなるよね。駅から近い狭い家とちょっと駅から遠い広い家、どっちがいい？でも広いおちっちゃいのあれが分かんない。例えば徒歩、じゃあ徒歩、駅から徒歩3分の6畳か、駅から徒歩じゃ15分の広い家って何畳ぐらい？10畳とか13とかでかいね。13とかあったら10、10、11とかもっとでかいんかな、わかんないけど。それかまああれじゃない、例えば6畳と5畳とか6畳と6畳みたいな家とかの 1L でも2つ部屋があってみたいなとかだったらね、なんかむずいね。どうなんだろう。でも別に徒歩15分でいいや。だって15分だよ、徒歩15分たったの。なんか徒歩さ、徒歩もしさこれが20分30分ってなるとさきつってなるけどさ、徒歩15分だよ、全然じゃない？徒歩15分って遠くないよね、正直言って。徒歩15分なら15分がいいよね。だってたった15分だよ。徒歩30分って言われたらちょっときつってなるけどね、15分は近いよね。なんならさ普通にさ検索するとき徒歩大体さ10分前後じゃない？10分前後圏内とかで調べたりとかするぐらいだから、多分全然ね15分はねあれだな、気にならんな。うん、景色の変わらない時間は遠い。一本道ってことか。まっすぐ一本とかだとそうだね。例えば道路に、道路一直線とかだったら確かにつまんないかもね。飽きそう毎日。でも大丈夫、そんなん音楽ノリノリで歩いて帰ればいけるさ。まあね、徒歩ね10分以内がやっぱり毎日仕事に向かうんだったら一番やっぱり嬉しいよね。そんな別に5分とか3分とかじゃなくていい、本当に。うん、10分圏内がまあ一番嬉しいなとは思うよね。あとはあれじゃない？例えばスーパーが近くにあるとか、そういうさ、あの周りのさ生活施設問題も発生してくるよね。駅の近くにさスーパーあるとそのまま寄って帰れるじゃんみたいな。なんかやっぱそれができるかできないかとか結構大変かも。何の話になってんの？なんかなんで握手の話からこの話になったんだっけ？全然わかんないけどね。そう、なんか話広げすぎたら話が逸れてっちゃった。マジ話広げすぎたわ。そうで、まあそうよね。そう、 DVD、 そう、私のグラビア DVD の話からそうなったんだわ。そうだ、 DVD から広げすぎた。テレビの話から生活水準の話になっちゃった。そうそう、まあそんな感じですよね。うん、ねえ、めっちゃ眠いね。もう本当にすっごい眠い。今なんか今日も帰りにさこう眠くて気づいたらこうなってたね。だしさ間違えたしね、電車折り損ねたし、なんかすごいもっとすぐあれだったのにさ、なすごい何駅も止まりしたわ。でもいい暮らしって人によりません？何がいい暮らしなのって、人によっていい暮らしって違うから、私のいい暮らしと
皆さんが思ういい暮らしは違うかもだし、いい暮らしが本当にいい暮らしなのか、いい暮らしが最低限のいい暮らしなのか、もうこれはね人によって違うからね、難しいよね。大したあれってなの、足が棒のようですだって。いやん、でもわかる、足ってしんどいよね。うちももうさ今日ずっと立ってたからさ、昨日に引き続き足めっちゃむくんでてもうパンパンなのよ。そう、私は一戸建てが夢です。はい、私はあの高層マンションに興味はないので、私あの高所恐怖症なので、高いとこ住めたとしてもあの全然嬉しくない、怖いから。何しろベランダに洗濯も干せないだから私は庭付き一軒家が庭付き一軒家がいいです。なんか自分がやっぱり地元があのマンションとか普通にないから、みんな一軒家だから、そうだから私は庭付き一軒家で、都会じゃなくて全然いいです。本当に都会じゃなくて全然自分はいいから、そう、が一番私はもう最高でも一軒家はね、なかなかハードル高いですけど、まあ夢はね、憧れはたくさん持っていいと思うのでね。一軒家持ち家ですか、当たり前じゃないですか、持ち家ですよ。もちろん建てるんですよ自分で、あ自分でっていうかその設計士さんとか交えてね。そう、ちょっと寒くなってきたな。あ、落ちとった。あー、めっちゃ眠い。なんか私はワンちゃん飼いたいからずっと言ってないけど、マジでめっちゃずっと言ってんの、ワンちゃんがずっと飼いたくて、ワンちゃんを飼うのが夢です。もう TikTok とかで赤ちゃんかけるワンちゃん見すぎて本当にもう癒しでしかない。もう TikTok とかで猫ちゃんワンちゃんかける赤ちゃんがもうめちゃくちゃめっちゃ可愛くて、私も犬飼いたいだってね。そうだからもう本当にめっちゃ可愛いの超癒しなんだよね。可愛すぎ、ま、ね、ワンちゃんの犬の名前決めてるんですよ。いや家族になってからねそれはでも私は猫ちゃんよりワンちゃんが好きなので、ワンちゃんと一緒に住みたいなってめっちゃ思います。ハッピーハッピーで猫ちゃんが止められた時、あーめっちゃ流行ってるね今あれね、すっごい流行ってますよね。犬って家の中で飼うの大変だって。いや多分大きさによると思いますよ、ワンちゃんたちの。大きい子を飼うのはやっぱ大変なんじゃないですか、大きい家、ある程度大きい家じゃないと。あと大きい子は散歩がめちゃくちゃいっぱいしてあげないとストレス溜まっちゃうので大変かも。ちっちゃい子の方が多分ね、ちっちゃい分ね散歩の距離は短くていい、いい気がする。
命を育てるって大変ですからね、本当に。簡単であってはいけないからね。リビリチキ売り切れてる。明日再販です。明日再販。渡し会とかありますか？それめっちゃファンの人に聞かれたんだけどさ、いやあるんじゃないとしか言いようがない。ないとも言えないし、あるとも言えないし、ごめんやけど。そのなんか決定してないこと、わからないことに対してはその明確な、どっちかってわからないから、わからないけどあるんじゃないだし、ないんじゃないだし、正直わからない。めっちゃ眠たい。私買ったら追加で買っちゃおう。だって、あ、ありがとう、嬉しい。握手会の時ってあんな人の顔覚えられるんだって。うん、顔は覚えられるよ。顔はね、結構得意。そう、いや、ちょっともう眠いな、やばい、眠いな。ちょっとさっさと終了にしようと。まあ、今日はね、あの握手会2日間ね、一部からだったんで、マッチで朝早かったんですけど、本当に皆さん来てくれてありがとうございました。明日はショールーム、明日はね朝からレッスンがあって、で夕方夜くらいまでやったら今度は夜からになんですよ。だから一旦数時間空くんですよ。朝からレッスンして夕方ぐらいまで、夕方昼ぐらいまでかな、やったら次夜までなるんで、その一旦開くときに多分帰ってくるんで、私一旦家に、その時にショールームしようと思います。ハルコンね、もう少しだからね。みんな頑張ろう。イエーイ。あ、今日8、間違えた、今日初のぎょうちゃんの握手会行かせてもらって、これから応援させていただきましたって。嬉しい、ありがとう、嬉しい、そう言ってもらえて嬉しいです、ありがとうございます。うえー、まあそんな感じでね、今日の服は全身はメールに送りましたし、ツイッターにも写真載せましたし、インスタにも、インスタじゃないストーリーにもね写真を載せましたので、ぜひ皆さん見てください。昨日と今日の私じゃだいぶ雰囲気がガラッと違う、ガラッと違う感じで、あの、はい、違うと思いますので、思いましたやろ。そうなんです、その通り。
違ってたでしょ。さあみんなはどっちが好きですかね、どっちが好きですかね、みんなはね、とか言うね。よし、まあそんな感じでこの辺で今日は終了にしたいと思います。私はねチョコレートチュロスを今日2本も食べて、なおかつケータリングまで食べて、すんごい食べ過ぎた。最高、ピース。よし、じゃあそんなわけで終了にしたいと思います。ちょっともう声がね、この家ね乾燥してるかも。今暖房を強めたから乾燥してる、なおかつ乾燥してるから、ちょっと声がガサガサに見えてしまうかもしれないけど、シンプルに声が枯れてるだけだと思います。13位ティンさん、12位リッチーさん、11位エンダルヨルさん、10位リュッケさん、9位シュガさん、今日楽しかった、ありがとう。8位岡山さん、串カありがとう、チョコ大切にしますって、およーほんまそれな。7位マイマツさん、6位サームスさん、昨日は串カありがとうね、だってこちらこそありがとう。5位ヤングさん、2日間楽しかった、やっぱり AKB は僕の初恋だったと、おーそりゃよかった、売れピーマン。4位ハルタラさん、ポニーテール以外にもいつもラブリー、いつもラブリー神対応ですよ僕だって、嘘つけい嘘つけい。でもさポニーテールほんとみんな好きだね。なんか昨日ハーフアップだったんだけど、今日ポニーテールにしたらなんかポニーテールの時だけ髪の毛に触れてくる、話題に触れてくる人めっちゃ多いけさ、やっぱ好きやねんなと思ったよね。でもゆりなちゃんイコールポニーテールのイメージめっちゃあんねんな。3位ザック1973さん、あ間違えた、まあいいか。ザックさん、2日間ありがとう、たくさん話して嬉しすぎた、だってこちらこそたくさん来てくださってありがとうございます。2位ひかりさん、昨日チョコありがとう、だってありがとう、かわいい名札ねつけてたもんね、ありがとう。そして今日の第1位はあのねミッサが最高さんです、ありがとうございます、イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。明日からまたコンサートのねリハが続いていきますが、皆さん一緒に頑張っていきましょう、イエーイ。はい、というわけでね今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームで、明日は多分夜ぐらいかなにすると思います。見てくださったら嬉しいです。それではまた明日のショールームでお会いしましょう、バイバーイ。